こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズの林先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。はい、さてさて、今回もですね、100回記念アンケートの、質問コーナーに来ていたものからピックアップしてお答えしていきます。メッセージを読み上げますね。娘はいつも林先生みたいになりたいんだと言っていますどうしたら先生みたいになれるかを子ども向けにお話しいただける YouTube が作ってみたよ動画の番外編などであったら、ぜひ見せてみたいです。一人のアーティストとして先を歩く先輩として尊敬しているようです、というリクエストメッセージをいただきました。これね、作ってみたよ動画の番外編などでっていうリクエストだったんですけれども、ちなみに作ってみたよ動画というのはですね、あのアートの扉公式 YouTube で、林先生がつぶやきながら何か創作をしているっていうシリーズで、何本ぐらい出したのかちょっともう数えてないんですけれども、毎月ね何本か出してる動画で、子どもたちね、好きな子たちは見てくれてるみたいです。なんか大人のファンもいるみたいなんで、なんかね、ぼーっと見るのにもいいみたいな風に言われているんですけれども、その作ってみたい動画、子どもたちが見てるからそれでやってほしいっていうリクエストだったんですけれども、なんかそれ難しそうだなと思ったので作ってる時はなんかね、作ってることのつぶやきをしているので、すいません、アトリエラジオで取り上げてみました。なんかね、子供に語りかけるつもりで話すべきなのか、大人向けに話していいのか迷いながらスタートしていきたいと思います。先生自身がね、私自身が誰かみたいになりたいっていう風にね、なんか目標とか、そういうのを考えたことが実はなくって、だけど先生みたいになりたいって言ってもらえるのね、すごい嬉しいです。ありがとうございます。昔ね、昔って言っても何年か前ですけれども、教え子で、七夕の短冊にね、何年生ぐらいだったかな、5年生ぐらい、3年生ぐらいだったのかな、忘れちゃったんですけれども、ある女の子が林先生みたいになって大往生で死ぬって書いてあってすごいお母さんとして笑ったことがあるんですけれども、なんかね、このその今言ってくれた子が林先生の何の部分を先生みたいにって思ってくれたのかなって、ちょっとインタビューしてみたい気持ちですけれども、アーティストとしてっていうふうにお母様が書いてくださってるので、ちょっと考えたことがあったのでお話ししようと思います。生きていくとね、生きていくうちでというか、子どもの頃のことを思い出してみた時に、結構その自分自身が他の人よりもできないなって思うことがあったんですね。とか、あとは人と違う感覚を持ってるなとか、違う意見を持ってるなとか、そのマイノリティな感覚を持っていたことに、なんというかコンプレックスみたいなもの、みんなと一緒じゃない部分がたくさんあるなっていうふうに思ってたことがすごく あったんですね。で、それってその集団生活とかを求められる時にすごく難しいというか、苦しいというか、生きづらいというか、そういう部分を多分抱えてたと思うんですけれども、今思うとなんですが、そういう部分を持っていた方が何かを世の中に表現したいと思った時にね、表現したいものが強くあるんじゃないだろうかっていうふうに思ってるんですね。そのコンプレックスのようなもの、アーティスト
と呼ばれる人ってみんな自分でその切り取った世界を表現していきますし、ある意味人と違うことっていうものはそういうものの見方をするということ自体が武器になりますし、そういう言い方はどうかなと思うんですが、何か心の中に伝えたい何かというものが強くある人だと思うんですね。まあそれ以外にもたくさんありますけれども、そういう意味で、まあ人はみんなアーティストで自分自身を表現して生きていくので、誰しもアーティストとも言えると思うんですけれども、とにかくその心の底から湧いてくる伝えたい何かみたいなものがちゃんとマグマのようにあるっていうことってすごく大事だなと思っていて、その根底にあるのはコンプレックスみたいなもの、そういうものがあった人たちなんじゃないかなと思うんですね。だからなんか恥ずかしいなとか、悔しい思いとか、自分だけできないなとか違うなとか、分かってもらえなくて悲しいなとか、なんかどうしても許せない思いがあるなとか、そういう感覚、そういう思いをその瞬間はすごく辛いことだと思うんですが、人生全体を通してみるとそれってとても意味があることで、それがその人の根幹をなすというか、伝えたい何かに転換するものになるんだなっていうふうに、まあずっと後になってから分かったりすると思うんですけれど、だから世界がもっとこうあったらいいのになっていうような強い思いでいる人とかって根底にはその辛かった何か気持ちみたいなものを知ってる人だったりするんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、だからそのどんな経験もその自分にとって何か意味がある、いつかこのことがとっても大事なことだったんだなって思えるものになるかもしれないと思って生きていくことが大事かなって思います。まあ、アーティストとして生きていくかどうかということだけではなくって、どんな子どもたちにも伝えたいことではあるんですけれども、そうしているとね、その視点があると何か物事があったとしてもその見え方が変わってくるというか、もっとねいろんな立場のいろんな視点でいろんな立場に立って考えることができるようになると思うんですね。これはもしかしたらこういう意味もあるかもしれないという視点を持ってると、自分だけの主観で物事を見るのではなくって、もうちょっとこうもう一人自分が外側にいて、それを、客観的に見ているような感覚と言ったらいいのかな。そういう見方をしていくと、自分が考えていること、伝えたいと思うものは何なのかということに行き着くような気がするなというふうに思っています。なんかね、自分は自分しかいないから、その答えを自分で考えるということがすごく大事で、外側にある何かに答えを求めるとか、誰かに相談して何でも決めるとか、そういうことじゃなくて、逆に言うと誰かが勝手に何かを自分に言ってきたとしても、それは自分じゃない人なんだから気にしないというか、自分のことは自分にしかわからないので、自分で決めることがすごく大事というか、それが正しいんだよっていうことが伝えたいことかなと思います。すごい深い話をしてしまった気がするんですけれども、大人の人ももしかしたら、子供にも伝わるといいなと思って今日はお話をしてみました。何か辛い出来事とか悔しい出来事とかコンプレックスだなと思うようなことが、実はあなたというものを作っていく大事なものになるから、
それでいいんだよということです。今日なんか真面目な話をしてしまいましたけれども、今日はここまでにしようと思います。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。生きてくと気に必要なこと、君とつながる